了解だ。準備はできている。おはようございます。巡察士様、護衛士様、今日は村長様の家に行くの？村長様の家はこの先だけど、最初は分かりにくいからオラたちが案内してあげるよ。巡察士様、護衛士様、こっちこっち。ジャスミンがいるんだ。あ、私のお家だからです。お主らが遺跡でジャスミンを助けてくれた巡察士様か。世話になったな。このような若くて美しい方が、なんとも頼もしい巡察護衛士様がミルトスに来てくださったものじゃ。これもルナリア様のお導きじゃな。当然のことをしたまでです。誰にでもできることではない。村長として心から礼を言おう。よくぞわしの大事な孫を助けてくださった。ミルトスの村長は私のおじいちゃんなんです。なんじゃジャスミン、そんなことも話していなかったのか。あ、家に来るって言ってたから、その時話せばいいと思ったの。では改めて名乗るとしよう。わしが村長のアセビ・ヒアシンスじゃ。話は聞いておる。じゃが、何から話せばよいかの。この土地に魔法帝国があった話は知っておるかの。マーガレット様たちの先祖が倒してくださったおかげで魔女たちは滅びたが、残ったものもある。例えばこのティーカップ。この様式は滅びた帝国独自のものじゃ。魔法人に似ていて気味が悪いという者もいるが、わしは美しいと思っておるよ。家で使っている絨毯もその頃のものじゃ。この城下町の建物の基礎も当時使われていたものを利用しておる。その方が効率が良かったからの。魔女たちがいなくなって魔法や文化は途絶えたが、形があるものは再利用する形で今も面影が残っておる。ミルトスとはそういう古い村じゃ。その通り。帝都や隣国から商人が来るわけでもないから、若者は働き口を求めてほとんど出て行ってしまったわ。ルナリア様は慈悲深くも残酷な神じゃ。城下町にはないが、村外れに教会が建っておる。今は若いシスターと下働きの少女二人が住んでおるんじゃが、最近ミサがサボり気味での。困ったシスターだな。でも帝都ではとても優秀なシスターだったそうですよ。帝都では優秀だった。誰かと設定が被ってるな。
マーガレット様は領主であるエトログ様の代わりによくやっておられる。そうです、マーガレットさん頑張ってます。あの若さで領主の重責を果たそうとしておる。マーガレット様の働きには頭が下がるわい。ではよく観察してみることじゃ。マーガレットさんは物じゃありません。しかしわしはないものを無理に取り立てようとしない心優しき方だと思うがの。ではないものをどうやって納税しろと言うんじゃ。自給自足に限界があることぐらい分かっとるわ。マーガレットさんだって分かってるはずです。そうですけど。はいはい、そこまで。気になって来てみたら大変なことになってるな。ってサンドラさんもいる。どう、ブルームも村長さんたちも言い過ぎよ。カトレアさんに全面同意する。だがマーガレット様を無能呼ばわりされては黙ってはいられないからの。言い争いの原因はそこね。お互いの主張はなんとなく分かったわ。でもそんなことを言っていても巡察士様は眉間のシワが深くなって取れなくなるだけだし、村長さんは血圧が上がるだけよ。カトレアにそう言われては引き下がるしかないね。ブルームもね。うんうん。あっという間に二人を止めるとは、さすがカトレアさんだ。マーガレットと村人が話をしているようだ。そうだな、食料みたいだ。マーガレット様、はい、これ野菜のお裾分けです。いつも悪いわね。いっぱい入ってる。こんなにいいの？帝都から巡察士様たちが来てるんですから、食材もたくさん必要でしょう。遠慮せずに使ってください。ありがとう。彼らが長期滞在なんてしなければ、こんなにお裾分けをしてもらわなくても大丈夫なのに。そう言わず、これを使って巡察士様をおもてなししてあげてください。あなたたちだって食べていくので精一杯なのに。本当にありがとう。大切に使わせてもらうわ。そんなに申し訳なさそうな顔をしないでください。大丈夫です、オラたちはなんとかなりますから。うん、ジミー聞いたか。長期間滞在しなければならない身としては複雑な気持ちだ。マーガレットも領主代理としては無能かもしれないけど、領民からは慕われているようだ。村長やジャスミンもマーガレットの肩を持っていたし、みんなからすれば彼女はかけがえのない何かを持ってるんだろう。
ジミーたちが帰ってくる前にお裾分けしてもらった野菜を厨房に持っていかないと。あっ！今忙しいから後にして。合わせられないって言ったでしょ。用事があるなら代理の私に言ってよね。お父様は寝たきりなの。ご希望に添えなくて申し訳ないけど面会の設定はできないわ。それじゃ急いでるから。ジミーは諦めが悪いんだな。目覚ましい成果を上げて都に返り咲くチャンスかもしれないし。うんうん、この間までおねしょしてたジミーにしてはかっこいいこと言うじゃないか。はーい、了解しました。ブルーム巡察士殿、はそれはさっき断ったじゃない。お父様は今人と会えない状態だから私が代理をしてるのよ。これ以上無理を言わないで。ええ、どうしてもよ。お父様と話をしても意味がないもの。そうよ、この件はすっかり諦めてちょうだい。何ですって？そんな大事なものをお父様から預かってこいって言うの？印象は漁師の証なのよ。だからって渡せるわけないじゃない。いくら巡察士だからって、印象はホイホイ貸し出せるものじゃないのよ。じゃあ何に使うつもりよ。補助金？それは一度ジミーに任せてみないか。ごめんなさい、急に涙が出てきちゃった。そういうことでも補助金がもらえたのね。どうしようかしら。そうね、助成金の申請書類に必要なら
特別にお父様から借りてきてあげてもいいかも。やった！でも本当に特別よ。普段なら絶対絶対貸さないんだからね。それならいいわ。明日の朝までには用意しておく。のお手伝いに参りました。できることがありましたらお申し付けください。メイドの仕事は平気なのか？支障ありません。しかし本来の仕事ではないのにいいのか？お二人を手伝いたいのです。サンドラ。はい、よろしくお願いします。その他の書類ならこちらだと思います。書棚も掃除をしているので大体は把握してます。お探しの書類はこちらではありませんか？有能だな。ありがとうございます。他には何をすればよろしいですか？かしこまりました。うおーい！礼儀知らずの巡査士はここか！お前が巡査士か！バジルさん、どうして城の中にいるんですか？扉を叩いたのに誰も出てこないのが悪い。ユッカのことか？あれは馬の手入れをしに来ているだけで使用人とは言わないじゃないか。巡察士がミルトスに来たと噂に聞いて早数日、一向に挨拶に来ないどころか来る気配すらないとは何事だ。トレニアを大陸でも屈指の大帝国になれるよう後押ししたのは教会だったのを忘れたのか？バカ巡察使命。教会の権威を傘に着る態度はいつものことですから。お前にとって教会の優先度はそんなものか！堅物、本当に巡察士か？アメイジング！巡察士なんてみんな賄賂まみれなのに、権力者とズブズブの関係なのに。お前のような巡察士は天然記念物だぞ。うむ、その通り。巡察士が来て久しぶりに都会特有な腹黒い話に花を咲かせられると思ったのに、私の淡い期待を返せ。ああ、でもお前の顔つきは村人 A たちのような幸せそうな顔じゃない。地味で分かりにくいが世間の荒波に揉まれたすさんだ顔をしている。教会まで挨拶に来ない礼儀知らずだが、それでも私はお前の中に都会っぽいところを求めてしまう。
私、マーガレット様をお呼びしてまいります。よそ見をするな。お前と話しているのは私だ。話を戻すが、これでも私はずっとお前を待っていたんだぞ。早朝、朝食前、昼食前、夕食前、就寝前のお祈りの時もずっとお前が来るのを待ってたんだ。そうなのだ。シスターは実に大変な職業なのだ。って話をそらすな。そうではない、そうではないのだ。私が言いたいことは、四六時中会ったこともない巡察士のことを考えてすっかり夢中になってしまったんだろう。そうなのだ。まったく罪作りな男め。ってそうではない。違ったのか。バカかお前らは、バカかお前らは、バカかお前らは。いや、バカだから挨拶に来ないのだったな。いやいや、だとしても腹は立つものだ。挨拶に来ないだけでなく、この私をこんなボロい城まで足を運ばせるなんて、こんなの手間賃をぶん取れるレベルだ。シスターのくせに巡察士にまでお金をせびろうとするなんて、とんだ強欲シスターね。何を言う、マーガレットの方が強欲だろう。巡察士を知ってるか。マーガレットは教会に納められるべきものを私物化してるんだ。この問題には私もほとほと困り果てている。さすがに領主の方が立場が上なので、教会からはマーガレットに寄付をお願いすることしかできないのがもどかしいところだよ。私物化なんてしてないわ。ではどうして教会に寄付を納めないんだ。それは納められない理由でもあるのか。シスターとして悩み事ならいつでも聞いてやるぞ。バジルに相談なんてしないわよ。お金取られるし。村人からは取らないぞ。初めは1時間につき銅貨3枚だったのを1枚にしてやったんだ。これ以上譲歩できん。というわけで巡察士、この状況をどう思う。巡察士がミルトスに来て数日も経っているのに、現在調査中か。マーガレットの肩を持っているようにしか見えないな。それならいいけど。そういえばまだ名乗ってなかったな。私はルナリア教のシスターバジルだ。巡察護衛士は一人か。珍しいな。こんな田舎に来た巡察士だ。大方テートでヘマをして左遷させられてきたんだろう。護衛士がついてきただけでもラッキーなんだろうな。まあいい。ブルーム、こんなボロい城にいないで、たまには教会にも来てくれ。気に入ればそのまま住んでも構わないぞ。少なくともこの城にいるより、いい巡察士ライフを送ることができるだろう。うちだってちゃんとお世話できてるわよ。ジミー、そうよね。こんな田舎でそんなルールを律儀に守ることないと思うけど、
堅物なら仕方ないか。でも教会に顔を出すことは忘れないでくれ。すごいな。さ、いただきましょう。ジミー、何ぼーっとしてるの？今夜は私のおすすめ料理よ。食べてみて。でしょ？